毎日投稿22日目一発ギャグ。おはようございます。ということで、本当に寝起き数十秒でございますね。今日の動画はですね、マックお笑い芸人の一日。パチ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 。ということで、今日は僕の一日を見てもらいます。朝起きたんで、これからトイレして準備していきます。おでだよ。はい、ということで、今からネタ合わせをしたいと思います。ネタ合わせはいつも大久保公園でやってます。めちゃくちゃ芸人さんがいたりするんですけど、ここはもうみんなが練習する場所っていうイメージですね。僕たちはバスケットコートがあってフットサルコートがあってって感じね。さっき今日はすごい大きいうんちが出ました。ということで、今からネタ合わせしてライブに行きたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。まあ後でいろいろ近況の方は報告するんでよろしく。うわ、やった、マジでやった。衣装のズボン忘れた。ちなみに今日のズボンめちゃくちゃ派手。うわ、やばいやば、やったわ。いや、買おう、ちょ買いに行こう。たまにこういうことするんだよね。うわー、あー、なえる。おでだよ。はい、ということで、お笑いライブ1本目が終了しました。今まだ1本目のライブは、ライブ自体は終わってなくて、俺らの出番が終了した段階ですね。はい、うまくできたんですが、自分もできなかったところもあるので反省して、これを直して夜のライブに臨みたいと思います。今そのマックがどういう状況なのかっていうのをちょろっと簡単に話したいなって思って回してるんだけど、今のマックはお笑い芸人の彼女で活動しているんだけど、ちゃんとお笑い芸人としても活動しております。ユニットっていう形でお笑いを今やってて、相方がいるんだけど、フリーのライブを出てやってる状況でございますね。ちょっととりあえずやってみよっかの段階ではあるんで、今この今月8月はですね、M1 グランプリがありまして、 M1 グランプリの1回戦にこう出るので、その M1 の調整でこういっぱいこうライブに出て、でいろいろとバランス整えながらやっていこうかなと思ってて、まあ、ネタ合わせとかライブが増えてる状況ですね。いろんなライブに出ております。はい、ライブ出てこうお客さんの前でやれるっていうのは幸せなので、それをこう噛みしめながら日々お笑いをやっておりますが、皆さんどうか温かい目で見てください。今反省点もまた出たので、またネタ合わせして次のライブに向かいたいと思います。久しぶりに会った観音日和の2人。いやシンプソンズ。シンプソンズじゃないよ。シンプソンね。シンプソン。シンプソンだった。シンプソンズじゃないの。これね。シンプソンズじゃないの。俺らまだその時記憶だから。いや、こいつらめんどくさいから。坊主。坊主。お坊さんにこいつらって言って、プラスめんどくさいって言って。やば。これ、ラデックられたな。くられるのね。無念だ。これちょっと、いや本当にこの動画を撮る前まで普通に喋ってたの今。でもそしたら急に無念とか全部出してきて。そんな嘘やめてる。普通でいいの。リース合唱。どんな時も相手を信じ合う心。リース合唱。俺説法してるし。俺も説法してたんだし。久しぶりに会ってなんかこの感じを。久しぶり。うん。久しぶりにも何年ぶりか。そう。芸歴も一緒なのよ、ね、一緒8年。実はお互いに8年やってるとは思えない。寂しいよね。残念。ありがとう、お互いに精進しましょう。精進しましょう。映ってくれてありがとう。こちらこそ頑張ってシンプソン。絶対これやってないでしょ。普通にしてたら頑張ろう、頑張ろうな。楽器屋でもずっとやった。さっき
俺ら瞑想中だったんだよ。瞑想中に GoPro 回し始めてな。うるさかったわ。急戦だやらないですよ。我々が回してる。これからエンディングです。行ってきます。オネだよ。はい、ということで、終わりました。2本目のライブが終わりました、2本目のライブはですね、あの M1 の調整ネタを、1本目、2本目とやったんですが、2回目の方がウケたね。よかった、めちゃくちゃ。これで無事に M1 に臨めますね。まあこの後はもう斉藤さんと帰るんですが、感想などを斉藤さんに聞いていきたいと思います。本当にいろんな芸人さんと久しぶりにお会いしたりとかできてめちゃくちゃ良かったです。まあ、ちょっと今ここ外なんで、あの中で落ちてたところでまた、動画回しますね。はい、ということで帰ってきました。今日はお笑い芸人マックの一日でしたね。はい、皆さんどうでしたか。お疲れ様。ありがとう。昼というかね、2本のライブを立て続けに見に来てくれてありがとう。どういたしまして。いや本当に面白かったよ。本当に助かりました。どうだった、おもろかった。うん、2回とも。でも2回目の方が面白かった。あ、本当に、うん、嬉しいですね。斉藤母も見に来てくれてたからね。そう、一緒に行かせていただきましたよ。はい、ということで、本当にありがとうございました。ありがとうございます、うん。今回こういう一日だったんですが、うん、私もまだ見てないからさ、どんな感じだったんだろうとかね。あ、この動画がってこと。そうそうそう。結構気になるよ。まあその密着って言ってもね、あの大したことはしてないので、あの実況報告というか、はいはい、今こんな感じですこんな感じですぐらいのことしか言ってない、うん。結構やっぱ今回 M1 の調整ネタだったから、うんうん、そのやっぱコンビ感も割と、まあ、ピリついてるわけじゃないけど、いやこれ頑張ろうみたいな、うんうん、あの結構そういう、いい、うん、あの感じでやって、うん、で2回目受けたから、うん、安心して M1 には持っていけるかなみたいなのはあります。いやー今日長かったな。1日に本ライブやったの初めてかも。本当に、あのフリーでね、フリーライブでやったの初めてかも。ちなみに今回1回目のライブは1位取ったんで、ね、勝ち上がったってことだよね。勝ち上がりました。また次のライブにまた別日にできますということで、今日はマックのお笑い芸人の1日でした。ご視聴ありがとうございました。はい、見に来てくれてありがとうございました。見たい方はあのぜひライブ、お笑いライブ来てください。お笑いライブ、あの随時告知はしている時があるので、うん、あのインスタグラムで、はい、ストーリーなので告知しているので、よかったら皆さん見に来てください。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。またこの企画撮ります。はい、ま、はい、ということで次は1日3本かな。やば、毎回増えてくるの恐ろしいだろ。朝ぐらいのライブないと無理よ。